ポケットモンスター3、社会人による大人の実況プレイ、実況者のエテです。よろしくお願いします。では続きから始めていきます。白帯に戻って、葉のリゾートに行きます。行こう、早速行こう。Y リザードン、メモリアルじゃなくて白帯じゃない、艦隊か、艦隊シティに飛んで、ちょっと一回ポケモンセンターやろう。うん、ちょっとエテロモンスターたちが半分以上死んでいます。まあ、なんやかんや結構強かったね、ライチさんは。お願いします。でね、今ね、ちょっとツイッター見てたんだけど、ツイッターダイレクトメッセージでね、エテの実況仲間のね、そのラグナスちゃんがね、なんかエスパー枠でさ、新しいポケモン手に入れて、ユンゲラいらなくなったんだけどいるって、うん、お下がりをね、搾取しようと今しています。で、さっき返信してね、直ちにユンゲラを送るようにと、返信しておきました。行こう。ユンゲラーってさ、けどさ、通信でさ、交換したらさ、フディーンになるんじゃない？フディーン。ここだよね。あ、動物の森に出てくるやつだ。動物の森に出てくるやつ。門番を突破。制圧します。いや、来たよ。お待ちしておりました。いやいやいや、これは失礼。おっさんだった。バキバキのおっさんだった。ちょっとハゲてるバキバキのおっさんだった。挨拶が遅れました。私、ザオボーと言います。以前、あなたに素晴らしいものをお見せすると言いましたよね。なんだろう、こいつはスカル団の幹部だけど、あえてエーテル財団に潜入して調査、スパイ工作をしているやつ。そう読みます。その素晴らしいものとはエーテルパラダイス。エーテルパラダイスはアローラの海に浮かぶポケモンの楽園、ポケモンを保護するための人工の島。私が約束を守る大人だと証明するためにエーテルパラダイスに来ますよね。まあ一応行こうか。そこで判断するわ。お前がね、正義なのか悪なのか。お乗りください。エーテルパラダイスはすごいですよ。待って、俺も連れてって。あら、島クイーンのライチさんまでお見送りとは。島巡りをするトレーナーは島クイーンにとって可愛い子供みたいな存在だからね。結婚したことないけどさ。いいかい、二人とも。争う、競う相手は自分自身、とて、共に歩むのはポケモンだよ。博士は？僕にはやるべきことがたくさんあるからね。僕の代わりにすごいと言われるよ。と言われる財団のテクノロジーを見てきてよ。はい。そうだな。今度は次の島。裏裏島のマリエ庭園で会おうぜ。多分博士はね、ちょっとマスクかぶって今から試合に行かなきゃいけないからね、うん、さよなら、アーカラ島。なんかあればまた戻ってくればいいんだ、いいだけだもんね。それではしばしの間、船旅をお楽しみください。連絡船ですけどね。サントアンヌ号的な感じで中調べたりできるかな。あー、ちっちゃい船だった。ただのボートだった。でっかい鉄の鎌足りが浮いてるのってすごいな。ポケモンが支えてるからって。で、知ってた？マジで？マジでそれ？マジそれ？やばい。それ虐待だよ、それ。そうだよ。ボケ潰された。エーテルパラダイスすごく楽しみ。やめろ、そのドヤ顔。
やめろ。こっから真ん中の A パラに行くと、人工でできた埋め立てられた大地、埋め立てられた大地と母なるぬくもり、エーテルパラです。絶対ここやばいでしょ。もうなんかやばい香りするわ。なんか改造とかしてそう。改造ポケモンここで作ってんじゃね。なんかタイプヌルとかもうここ出身とかそういう感じなんじゃない。さあさあ、オフィスアリさんはエーテルパラです。ありがとうございます。うわ、配合して、配合するんじゃねえこれ。やめて。うわ、絶対配合だわ今の。エーテルパラさん、ポケモン欲しいため最技術を成功でした。チェアではポケモンフォーのためにアドシアスタウド開発者さん、とってパッでポスターを達成。妨害電波とかもうやばいわ。やっぱこいつら、こいつらやばい。いや、もうエテはもう疑いの眼差ししか持ってないよ今こいつらに。ザオ坊さん、ちょっと私のことは名前ではなく肩書きでお呼びなさい。凄さを伝えてほしいのです。はい、支部長。私はアーカラ島でのポケモン法について代表にアピールしていきます。ちっちゃいやつだなこいつ。その子たちを案内しつつ代表のもとにお連れしなさい。クズだった、やっぱりこいつクズだったわ。ふう。ああ、ちょっと待って、そのメガネを外したところを今脳内でスクリーンショットします。今脳内スクリーンショット。かわいい。エッツさん、ハウさん、私はビッケです。あるあるら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 で、なんで俺たちのこと知ってるの。ええ、アーカラでのこと職員に教わりました。ハウさんもポケモン保護のお手伝いを、なされたとか。ありがとうございます。それでは上のエントランスに参りますね。うん、ポチッとなとか言うちゃうやつ。なんか見たことないポケモンがいる。なんかゴリラみたいなやつがいる。こちらエントランスです。この先にある受付でポケモンを元気にできますよ。もうポケセン寄ったから大丈夫ですよ。エテさん、ハウさん、島巡りで試練をこなしチャンピオンを目指すということは、お二人は11歳なんですね。いや、僕27歳です。はい、詳しいですね。27です。はい。11歳になると望めば島巡りに挑めるんだ。いつか本気のおじいちゃん倒したいけど強すぎるからな。そうですよね。皆さんぐらいになれば自分の考えで行動しますよね。なんといってもトレーナーはポケモンの親ですものね。エテさん、ハウさん、上の保護区に参りますね。はい。ポチッとなデュクシと一緒だからね、それ。デュクシと。エーテルパラダイスではポケモン保護のためモンスターボールの使用を禁止しております。保護区。ここではスカルダンに襲われたポケモンをかくまったり、守るべきポケモン、例えばサニーゴですね、ドヒドイデというポケモンに襲われて大変なのです。私のポケモン図鑑を読みますね。シャッ。ドヒドイデ、12本の足で海底を這う。はう。ドヒドイデの張った後にはサニーゴのカスが散らばっている。
食われてんの？食されてんの？じいちゃん言ってたしな。でもさ、エーデル財団で全てのポケモンを守れるの？自然のバランスもありますし、人がどこまで関わるのか難しい問題ではありますね。エーデル財団すごい。でね、思ったんだけど、どうしてアローラ地方に来たの？さあ、代表は何を考え、お考えなのか、わかりにくい方ですから。代表のルザミーネでしたら、保護区にいらっしゃいますから、ぜひお会いになってください。ルザミーネ。女の人だな、これ。確実に。ルザミーネでおっさんだったら、本当に。許さないよ。嘘っき、上はいけない。ルザミーネさーん。ルザミーネさん、どこ？ルザミー。ルザミーどこ？いた。絶対これ。違う、違う。ジジイだった。もう、バキバキのジジイだった。ここ、怪しい。あ、これ絶対これ。ああ、もうジジイ。ジジイだったもん。ああ、やめやめやめ。いなくね？どいてよ、ちょっともう。邪魔しないで。知ってるよ、マサキ。マブだから、マサキか。え、いなくね？え、いないんだけど。ウソキは木の真似をして自分を守ってる。もっとアローラっぽい木の真似をしなくていいのかな。人いないんだけど、下の方か？こっちかな？一番奥、一番奥。はぁ、しれ、移動していいポケモンたち、私が守ってあげます。深い深い愛で。おや？なんか、三角形、すごく三角形、足がエロい。ありだわ。エテ君にハウ君ね。エーテル財団の島、エーテルパラダイスで、エーテルパラダイスへようこそ。私、代表のルザミーネ、お会いできて嬉しいの。あなたたちのように島巡りでポケモンと知り合う人もいれば、身勝手な理由でポケモンを傷つけたりお金儲けする残念な人たちもいる。ありだわ。もう信じるわ、エーテル。エーテル財団に入ろうかな、でも。私がかわいそうなポケモンたちの母となり、愛情を注ぎ込むのです。アローラから遠く離れた世界にいるポケモンさえも、私が愛してあげるの。ルザミーネさん、若いのにすごいな。もう、ハウ君ったら、私40歳を超えてるのよ。マジ？マジで？逆にあり。それにしてもあなたのファッションちょっと地味じゃないかしら。今度あなたたちね、ぴったりの服を選んであげる。マジですか。ありがとうございます。ちょっと服装選びにね、悩んでいたところなんで、ぜひともコーディネートの方よろしくお願いします。リーリーにしか似合わないよ。ちょっとリーリエっぽいね、なんか。似てるところがあるね。安心なさい。すべて私に任せればいいの。子供は大人の言う通り、それが幸せの近道です。結構支配力が強いね、この人は。どうした？今の揺れ、地下からでしょうか？でもその髪型どうなってんの？どういう仕組みなん、その髪型。マントみたいなのよ。帽子？ん？なんだろう今の。伝説かな。あなたが別世界のジェルルッペ。これがあれか、あの研究所で読んだやつ。名前忘れちゃった。もうルザミーネさん下がろう。なんか普通じゃないよ。かわいそうに。何？
何どうすんの、かわいそうに。ジェルルッペ、対戦なの、何これ、伝説なのかな、順伝なのかな、はてなはてな。オーラをまとい防御がぐんと上がった。たださ、捕まえれないよね多分。そのちょっと投げてみる、ちょもったいないから、モンスターボールで試し打ち、保護区ではボールをね、そういうことだよね。防御上がったからな、 B が上がっちゃったけど、見た感じ水タイプ臭いよな。普通に葉っぱカッター Z パワーで打ってみよう。ベルームシャインエクストラ、ベノンショップ毒、うわーし、毒水だから目のクラゲ的な感じかな。とりあえずこれでダメージ与えといて、半分以上、そしたらお前はもう交代してあげるから。ただ B が上がってるから、ポケモン毒が効かない系、毒が効かない系は どうしようかな。後出しで先手打てるアブリちょっと出してみる。死んだら死んだで、月光画か、月光画か魔剣か2かで、サイコウェーブ抜群です、ノット抜群ですけど、相手素早さは高くなさそうなんだよな見た感じ。ドレインキス先手打って、ベノムショック、さようなら炙り、ビーストブースト、特防も上がっちゃった、やべえ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 、特防も防御も特防も上がっちゃった。ここはもうとっとと仕留めちゃおう。水手裏剣はどう、何タイプか全く分からんのだが、水が抜群ってどういうこと、何タイプ、攻撃は毒だしさ、でエスパー技も打ってくるしさ、あ、た全然耐えれるね、頼む打って、オーケー、いい子だいい子だ、うん、謎だわほんと。ゴンベ20、嫌な音、防御を2段階下げる技なんだけど、なし崩しは唯一の攻撃手段、嫌な音は諦めよう。うん、相手を下げる、自分を上げる系の方がね使えるしね、交代されちゃ元も子もないしね。いなくなった、やはりあの子が必要ね、連れ去られたあの子が。ルザミーネさん何、あ、ええなんかちょっと今悪い顔しなかった、悪い顔になってないか。ウルトラホールと言われる、定かではない次元の生き物、見知らぬ場所に来て苦しんで、そう見えたわ、そう私が助けて深く深く愛してあげないと、お二人とも感謝いたしますわ。え、わからんわ、大丈夫なのか。ビッケ、お二人は島巡りの途中でしたよね、次の島までお送りしなさい。あ、はい、私は保護している愛しいポケモンたちが
みんな無事なのか見ます。あと地下で何があったのか、ザオボーにも聞かないとね。それと私のエーテル財団でウルトラビーストも保護できるよう準備を進めないといけません。ウルビーだウルビー。絶対ザオボーがなんかやったでしょ。ザオボー帰ってきてからああいうこと起こったもん。裏裏島にお送りいたしますね。お願いします。ただ綺麗だ。これで40代とは到底思えない美しさ。まさかウルトラホールを見るなんて思わなかった。今度バーネット博士に教えてあげようと。アクシデントと言っていいのか言葉に迷うところですが、そう言ってもらえてよかったです。お二人との出会いを感謝して記念にこれをお持ちください。マラサダとわざましいんですが。何くれんの。大きいマラサダいただき。いやマラサダはどうでもいいんだけど、わざましいんだよね。こういうのみんなで食べれば、美味しくなるのって不思議だね。はい、そうですね。食事は家族みんなで食べるのが一番ですよね。では、ネシス。あんたちの島巡りが素敵なものでありますように。アロラ。アロラ。ネシスじゃん。誰に覚えさせよう。誰か覚えれるかな。へえ、まだドキドキしてるよ。ウルトラホールドがウィルストって本当なんだ。世界広すぎ。きっと次の島もワクワクドキドキでいっぱいだね。こりゃ腹ごしらえをしようがないとのね。うまい。マラサダ食べる。いらねえよ。おいしくて全部食べちゃった。聞くなよ。じゃあさあ三つ目の島、裏裏島。広そうだね。なかなか五重の塔、金閣、五重の金閣。いやーいいわ、こういう系好きだわ。なんか五右衛門っぽいね。なんか五右衛門。あらよっと、わーい上陸。うらうらしまった、また雰囲気が違うね。えて、ポケモン勝負しようよ。なんで？ポケモンたちに新しい空気吸わせたいもんね。ほら、お互いのポケモン元気にするからね。二度と立ち直れないようにしてやろう、ここいらで。ここいらで力の差というものをね、その、決して覆ることのない力の差ってのを、こいつに教えてやらないとな。上下関係、ここではっきりさせておこうか。ピカトゥーか。ライトゥーだね、ライトゥー。進化しよったな。雷の石使いよったか、こいつ。ライトゥー。ライトゥーか。ディグダとかおったらね、出してもよかったんだけど、このメンツで出せるのは、ちょっといないな。電気タイプ。葉っぱカッターでゴリ押すか。絶波使っていこう。絶波エレキボール。あ、結構痛いんだけど。結構やるやんけ。Z パワー、全力の Z 技、ブルームシャインエクストラエボリューション。
おし、いいダメージ。ただエレキボールで耐えないんだよな、次。次耐えないんだよな。ここは、ゴンベで受けよう。ちょ、レベル差あるけど、多分受けれると思うよ、2発ぐらいは。2発は受けれると思う。特殊高いからね。サイコキネシス。2発受けれねえな、これ。エレキボール来たら月光がさすがにレベル差10あっても落ちかねないな。じゃあ電磁虫で電気受けよう。電磁虫の後出し電気受け、エレキボール、ビンゴ。うわー、今一つでそれかよ。じゃあ電磁虫悪いけど、ここは一旦死んでもらおうか。すまん、すまん。サイキネ。あー、せっかくだったら回復に勤しめばよかった。ちょっと間違えた。でここはちょっと月光が先手は打てるので、一気に雷中倒しちゃいましょう。言うこと聞けよ、頼むから。頼むよ。よし、よかった。これでとりあえず倒す。で絆変化。よし、1200、1600、うまっ。負けんかに23。おしゃまり入れ替えます。ここ複スローでいきましょう。相性的にね、うん、半分40食らわしてくる技は出してこないでしょう。ただ水単体ってわけじゃなさそうだよね、こいつ。水氷とかになるのかな、普通に考えて。あ、光合成してもよかったかも。落ちろ。急所バブル光線、余裕で耐えます。これ合成チャンス。引っ込めてくるブースター。お前 EV どこで手に入れた、マジで。それ V どこで手に入れたんだよ。え、でも欲しいのだが。で EV 出してきたってことは、ここは一旦月光が多分火炎放射とか炎系なんか撃ってくるでしょう。炎の牙、今一つ。やけどやめてね。よし。で水手裏剣、威力上がってる水手裏剣。これ落ちるね、落ちる落ちる。3発いけよ。3発ぐらいはいって、よし。で最後おしゃまり、半分食らったおしゃまりだから、ここで一旦ゴンベハッピータイム使いたい。一発耐えれるよな、耐えてね、お願いだから。耐えて。うわー、耐えないわ。 Z 技はきび、それはきび。スーパーアクアトルネーダー、それは厳いわ。耐えたらもう神。無理だよな、仕方ない、倒そう。これあえてアブリで倒す。いや
あえて負けんかりで倒そう。アブリーは耐久がやっぱダメだわ。耐久が弱すぎる。負けんかりのグローパンチ、ガンプーでいこうか。ガンプー素早さ下げる、バブル光線問題ない。フクスロー頼む。ダメだ、レベル差がちょっと、レベル差があるわ。な、同い年だもん。レベル同い年。よし、まあこれで30なれ。フクスロー、ならない。アブリ24、月光が39、もう40じゃん、やばいな。ブラッ、息詰まる戦いだった。あー、1740とか倍にしても3000ぐらいじゃん。息詰まる勝負で楽しい空気吸えなかったよ。博士に会うんだよね、確か。マリエテーンだっけ。なんでマリエテーンなんだろう。まあ、行けばわかるさ。だよね。迷わず行けよ、行けばわかるさ。行くぞー。到着。新しい島図鑑を追加だろ。どんなポケモンと出会えるか、得手にかかってるろ。はい。じゃあ、早速、マリエ庭園行こう。ポケモンセンター寄ってからね。ちょっとフレショ行こう、フレショ行って、こう、技マシン賞。はい、ありがとうございます。羽休め。打ち落とす。つばめ返し。から元気。鋼の翼。自分の防御が上がる。いいね。鋼の翼いいね。しっぺ返し。ロックカット。つるまい。つるまいいいね。地ならし。トンボ返りもいいね。うわー、どうしよう。一個しか買えない。どれ買う？トンボ返りはありっちゃあり。先手技だしね。アブリー。けど、ほんまにちょっとだけだもんね、ダメージ。そうなると、つるまいか。つるまいだな、ここは。つるまい買おう。なんか、売り物持ってないかな、あえて。売り物。そういえば、あ、あるじゃん。あの、これ。大きなキノコ。これ売ろう。これ高いんだよね。ああ、そうだ。マニアに売ったら、もっと高く売れるんだ。ちょ、それはさ、得てもマニアに売りたいじゃん。マニアに売ろう。小さなキノコもマニアだったら高く買ってくれるんだよ。ダメだ。売れるものがない。回復系は、特にまだ必要、もう、補充する。いい傷薬何個持ってる？何個持ってるか分かんない。7。3、7、3、3、7、3。7、3。3と7ばっかり。ちょっと待って。あれしよう。技マシンタイムしよう。技マシンタイム。恒例の。スマートフォンあたりから、見てないな。相手を突き刺して攻撃する。攻撃は必ず必中だね。必中で威力70ってめっちゃ強くない？鋼タイプだし。まあ、誰も覚えられないのだけど。吸血。半分、吸血ってそんな強いの？あえて吸い取ると勘違いしてたかも。威力80、命中100って相当強いよ。これ覚えさせておこうよ。虫の物理タイプ。ってことは銀風いらないんじゃない？上がることがあるだからね。
威力、特攻か、うわぁ、迷うな。泥棒いらないか。泥棒消そうか。タイプ1吸血置いとこう。よし。で、再起ね。再起ねは、お、ゴンベ行こうか。けど、ゴンベ特攻ゴミだからな。やめておこう。ちょっと待って。アブリ再起ね。ちょっとアブリここで一気に目覚めるんじゃね？スビレゴラはいる。銀風か、吸血か。いや、銀風はいるよな。ちょっと吸血はまた今度にしよう。再起念にしよう、ここは。吸血はちょっと置いとこう。いいけどね、あい、回復もできて攻撃もできる。つるまい。お、光合成、葉っぱカッター、驚かす、ついばむ。まあ驚かすかな。ちょっとひるませることもできて、ゴーストタイプの技結構使いどころあったけども、威力がそろそろね30だし、ここはちょっとつるま入れよう。よし、オッケー。で、なんかいろいろ拾ってるよね、持ち物。安らぎの鈴、持たせたポケモンは心が安らぎ、夏、これを持たせよう。安らぎ、なんかゴンベ夏季進化のような気がしてきたから、ちょっと安らぎの鈴持たしとくわ。で、あとはこれ絶対いるでしょ。フクスロー、はい。で、木炭、火はない。それぐらいか。以上だね。だから Z 技はね、ほんと限られたやつだけには持たしておこうよ。岩 Z。だから、魔剣家には Z 技を持たせる。アブリー何も持ってない。アブリーも持たしとくか。オッケー、よし。ただ、電磁虫が、最近、あんまり目立たなくなってきたな。電磁虫全然目立ってないよな。だってなんかもう、四角くなったしさ、なんか、微妙だもん。まあ、とりあえず連れていくけどさ。とりあえずだよ。炎タイプのポケモンで新しいの出てきたらもう速攻入れ替えるけどね。あ、リレー。リツさんお久しぶりですね。あのマリエ庭園でククイ博士がお待ちなのでは？一緒に行こうぜ。先に行けということね。はい。マリエ庭園。あのね、マリエ庭園にはお茶屋があるんだって。俺、架け橋だから探すから、周りから探してみて。はい。足がしびれた。ちょっと、足がしびれた。周りからね。何これ。あ、乗り物禁止だって。了解。トレーナーとかいるんじゃない？ほら、ヤドンものんびりしようよ。って、のんびりしてるのか。だって、ヤドンだもんね。ちょ、しっぽくれない？ヤドンのお金欲しいから。トレーナーいるよな、やっぱ。普通にトレーナーいるよな。アイテム！グラスシード。
なんだろう、なんか草系の持ち物だろうね、多分。多分ね。グラスフィールドの時に使って防御がある。グラスフィールド。地形タイプの技かな。ツル。はい。コイキングかな。え、でも弱し欲しいんだけど。ちょっと弱し出てこないかな。エテモスイレンと同じ弱しが欲しい。ちょっともう一回だけ、あと一回投げさせてくれ。てかこの釣り竿コイキングしか釣れなくねえか。はい。エテの釣り方が下手くそなのかな。はい、もうやめまーす。レベル23、結構強くない？ちょっついばむ、耐えたら捕まえます。耐えたら捕まえてあげる。これは試験だ。残念だったな。さあ、行こう。ああ。よし。まあ、ギャラドスは強いからね、言うて。うわっ、トサキントはまあいらないかな。コイキングよりいらないかも。けどレベルそこそこ高いね。倒しとこう。レベル上げかねて。野生でどれぐらいもらえる？経験値228。まあ悪くはない。ちょ、もう一回だけ、あと一回だけ、あとワンチャンスくれ俺に、ワンチャンス。ハッピータイム。21いりません。さあ博士探そう。トレーナー、少年トレーナー、アイテム、ゴージャスボール。さあ野生、何が出る？シンポケ来るか？ニャースは持っています。持っています。さようなら。博士いなくない？もしかして波乗りできるかなと思ったけどできなかった。どうも。秘密？なんか分かった気がする今。秘密とか言われて、秘密とか言われたから一瞬今マップを見たんだけどさ、竜の形かなんかになってない？これ竜か、なんか魚、生き物っぽい形になってるよね。尾ひれがあってなんかあるよね、これ絶対なんかあるわ。釣れないな。釣れないな。てかここから行ったらめっちゃ近かったやんか、ほんとこいつ。はうまい、空気読めお前、ほんとにやっちまうぞ、ほんと。ハウ空気読めないからな、致命的だよな。あ、ここが茶菓子屋さんか。あ、ソフトクリームのソフトン。
なんだっけ、名前なんだっけ、これ。バイバニラだ。バイバニラ。ソフトンは違うわ。バビロン星人だ、それは。あー、くぐい博士。おう。なんだい、君たち、いい顔しているな。すごいことでもあったのかい？すごかったです。あのね、ウルトラホールが開いたよ。で、ウルトラビーストが本当にいたんだよ。バーネット博士に教えてあげて。すごいね。ウルトラホールにウルトラビーストだって。よし、それじゃあ、なおのこと、島巡りで鍛えておかないとね。いつかウルトラホールの先に行けるようになるかもしれないしね。よし、次の試練は、ほくらに丘のてっぺん。バスで行くからね、10番道路のバス停においでよ。バス？マジで？めっちゃ便利。お先にどうぞ。マララサダショップに寄るのが俺なりの島巡りなの。なるほど、わかった。じゃあ、バス停で待ってるぜ。はいよ。で、知ってる？知ってるよ。まだ何も言ってないよ。ほくらに丘のには天文台があるんだよ。俺、天文台が何なのかちっとも分かってないけど、じゃねー。なんて言ったんだよ、じゃあ。なんだお前。なんだお前。こっちみんな。怒りまんじゅう。誰もいない店の人。座れんのかな。座れなーい。なんかありそう、そこ。はい。コダックはもうポケモン GO で、宮北はもうポケモン GO で倒そう。葉っぱカッターで抜群。各一。よし。お、もうちょっとで30なる。次。30だ。大きなキノコ。あだーす。さあ、コダック来い。養分にしてやろう。モンメンだ。モンメンは好きなんだけど、草タイプかぶるんだよな。ちょ、かぶっちゃうよな。綿胞子。もうこれ以上草系は必要ないわ。来ないで、誰も。来たー、もう増えたー。増えたー。葉っぱカッター全体打って1匹倒して、スイバムで終わらせよう。やっぱ御三家は炎タイプが当たりだったかもしれないね。まあけどそんなことないか。途中ブビーとか出てきたもんな、炎タイプで言ったら。そうなると水タイプはけど釣り竿もらえるから釣れるし、草タイプはもう大量にいっぱい出てくるじゃん。まあ結果どれでもいいか。結果まあどれ選んでも一緒。うん、好きなのを選ぶしかない。もうやめて、もうこれ以上は。もうけど絶対さ、このフクロウのこいつね、これもうなんか全然名前覚えない。モフクロウだっけ。モフクロウ、モク、フク、フクスロウはさ人気だよね今回。飛行入ってる御三家ってさ、何気初じゃないの。何気、ちょっとあれだけ、これだけ。ラスト。いや、一番今回人気だろうね、この子は。コイキング。11。ゴミだったわ。ゴミ中のゴミだった。あー、ささ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 さトラベルをしてるとすべてを見せたくなるの。
いいじゃん、なんかあり。観光客の女子ありだわ。負けてもいいわ。ラッタ、普通のラッタだ。普通タイプのラッタだ。つるまい積んで葉っぱ買った。噛み砕く。大丈夫。シャキーン。二段階上がりのからの葉っぱ買った。大丈夫。昼間ない。あー、それでも耐えるか。光合成してもいいけど、ここは倒そう。倒しきっちゃおう。噛み砕く、噛み砕くしかないのか攻撃技。おいしいです。22レベル。あ、そうだ、一回ね、ここは一旦、出します。ゴンベ、ゴンベさ、安らぎじゃなくて、そのゴンベでハッピータイムして2倍じゃないで、お守り小判で2倍じゃない、4倍になるのかな。どうなんだろう。ハッピータイム10万ボルト。よし、でどうする。なし崩しでもいいけど、指を振っておこうか。初振りね。これ変えないとやられちゃうな。アイスボール、なんだそれ。何それ、止まんないんだけど。アイスボールが、アイスボールが止まらないのだが、なんかラッキーラッキー。アイスボール威力がどんどん上がっていってるよ。転がる的なやつかな。転がる、しかもアイスボール物理なんだ。あ、ダメだ、終わった。転がるのアイスバージョンだね。で、ここで月光が行こう。仕留めてくれ。10万ボルト来たら死にます。辻斬り。オッケー、避けた。1149、炙り25。炙りマジそろそろ進化しよう。マジでリストラ候補な。自撮り女子6480、めっちゃもらえる。来い。おーし、来た。マジで来た、マジで来た。おや、アブリーの様子が。うーわ、残念すぎる、残念すぎる。可愛くもなけりゃ強そうでもない。やったわこれ。しかも2進化、アブリボン、アブリボン。ないわー、ないわー。花粉団子、何それ。木の実系じゃないの、それ木の実食す系じゃないの。敵には爆発する団子を使って攻撃、味方には回復する。おなんか面白い技だね。どうしよう。特殊の威力90って風消すか。じゃあただなー、
神耐久なんだよな、ペラいんだよなこの子、そこがネックだよな。ん、ここどこに繋がってんだ。あ、ジガルデキューブ、よし。じゃあちょっと奥まで来すぎたんでね、ここはあれしよう、リザードンで帰ろう。これが大人のやり方だ、少年少女たち見てるかい。はい、よし、じゃあ一回区切るか、ここら辺でちょうど1時間ぐらいになりますので、一旦ここで区切っておきます。次はちょっと待って確認します。マリエシティってどこが譲渡地方を思い、次はそのすぐ左側にある旗マークのとこ行ってみようか。ちょっとチラ見しとこう、チラ見。誰がいる誰がいる、誰もいないし、誰もいないし、はい。はい、ということで、社会人による大人の実況プレイ、ご視聴